クリスティアン・ゴットヒルフ・ザルツマンクリスティアン・ゴットヒルフ・ザルツマンはドイツの福音派の牧師で教育学者。1784年、ゴータの近くにあるシュネプフェンタールという町に、反愛アイ派の学校を創立した。この学校での実践は、当時、ヨハン・ハイン・リヒ・ペスタロッチの学校と並ぶほどの影響力を教育界にもたらしたとされる。ザルツマンは、ゼンメルダの生まれで、 イエーナ大学で進学を学び、1768年に牧師となった。1781年から1784年ヨハン・ベルンハルとバゼドーがデッサウに創立し、指導していたハン・アイ学院で学ぶ。1784年、シュネッペンタールに自身の学校を創立。彼のこの学校での協力者の一人がヨハン・クリストフ・グーツムーツと、 ヨハンマトイス・ベヒシュタインだった。1780年に刊行したカニの小さな本で彼はしばしば矛盾したようにも思えた当時の教育スタイルを皮肉を込めて批判した。ジャン・ジャック・ルソーのエミールとよく似た手法を使い小説の形を借りて教育論のイメージを描いたコンラート・キーファーで彼はドイツのルソーとして知られるようになる。ありがとうございます。